はい、こんにちは、しやすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第888回をやっていきたいと思います。今回は貨幣需要曲線ということですね。今回は横軸に貨幣需要を取ってみますということです。貨幣需要っていうのを横軸に取ってみた場合に、じゃあ縦軸に何を取るかって言ったら利子率を取るということですね。でそしたらこの利子率を縦軸に取った場合の貨幣需要っていうのは右下がりの直線になりますということですね。これが貨幣需要曲線です。でそれは何でかっていうと、貨幣のこう投機的需要ですね。要するに保存の道具として欲しいと、ね、まあ、持っておきたいと、お金を。保存の道具としてお金を欲しいと言っている場合は、ね、利子が、ね、要するにこれ利子っていうのはこれ債権の利子ですけれども、ね、基本現金預金は利子がつかないっていうふうに、まあ、単純化して考えたときに、まあ、債権の利子率ですね。そうしたときに債権の利子が高いってことは、ね、現金よりも債権の方がいいというふうに判断して、まあ、現金が欲しいと思っている人は、ほとんどいなくて、ほとんどの人が、まあ、債権に交換するというふうに、まあ、経済学は考えるわけですね。ちょっとここは、まあ、実態と、ね、ちょっと経済学は少し違うところですけど、まあ、経済学っていうのはみんなが、ね、合理的であるというのが前提なんですよね。経済学っていうのは、ね、人というのは合理的に判断すると、まあ、自分の、ね、効用満足度を、ね、最大化するために、ね、人は合理的な判断をするというのが前提です。だったら、ね、基本的に経済学でいけば、ね、もし、ね、債権の利子がすごく高いのにわざわざ現金で持っとく、っていう人はまあいないでしょっていうのが、まあ、経済学の考え方ですよね。ちょっとここが、ね、実際のね、実世界とちょっとこう外れているところです。実際の実世界の、ね、人間っていうのはそこまで経済学が前提としている 100% 合理的な意思決定をするわけじゃないので、ね、債権にすごく魅力的な債権があるにもかかわらず、ね、例えば情報が不足しているとか知識がないとか、ね、投資に興味関心がないから、ね、もうただ、ね、惰性で現金預金をしてる続けているだけっていう人も実際はいるので、まあ、少しこう、ね、実態と経済学が少しずれてますけれども、まあ、しかし経済学は基本的には人は合理的な意思決定をするはずだと、ね、だったら利子がこんなに高いんだったらわざわざ、ね、お金として保存の道具としてお金を、ね、で保存するのじゃなくて債権に交換して債権で保存するはずだっていうふうに考えるわけですよね。だから基本的には利子率がすごく高ければ貨幣需要というのはまあないと、ね、お金として保存するんじゃなくて債権として保存するっていうふうに考えるわけです。ところが債権の利子率が下がっていけばいくだけ、ね、そんな利子が低いんだったら、ね、だったら現金の方がいいよねと、ね、現金だったら今すぐ、ね、何か欲しいっていうものがあるんだったら今すぐ交換することができるわけだから、ね、不確実性がない。確実ですよね。今1万円持ってます。この1万円は今日、ね、どんな1万円の商品サービスとも交換することができるわけですから、もし債権に利子がつかないっていうんだったら、だったら債権なんかで保存するんじゃなくて現金で持っておきたいっていうふうになるわけですよね。だから、ね、利子が下がれば下がるだけ貨幣需要、お金として、ね、保管しておきたい、保存しておきたいという人が増えるということです。だから縦軸に利子率、横軸に貨幣需要を取った場合は基本的にはこういった右下がりの、ね、貨幣需要曲線というのが引かれますよということですよね。でそうした時に貨幣は投機的需要だけじゃなくて取引的需要というのもありましたよね。貨幣需要というのは2つあって、で取引的需要と貨幣、ね、こう投機的需要というのが2つあると。で投機的需要というのは保存の道具、お金を保存の道具というふうに見ているわけですよね。で仮に、ね、取引的需要というのを考える、ね、お金は、ね、保存の道具でもあるけれども、ね、基本的には交換の道具ですよね。で、あの家が買いたい、だからお金が欲しい、あの車が買いたい、だからお金が欲しい、あのバッグが欲しい、だからお金が欲しいっていう、基本的に取引需要というのは、まあ、お金の交換の道具としてのもう一つの役割ですよね。でそうしたときに、仮にじゃあ国民所得が増加すると、この貨幣需要曲線でどうなるんですかと。でまず最初にこう貨幣の投機的需要だけ考えれば、縦軸、利子率、横軸、貨幣需要の時はこういった右下がりの直線が引かれますよねと。
でそうしたときに、ね、仮に国民所得が増加すると、ね、貨幣の取引需要を考えることになりますけど、貨幣の取引需要が増加しますと。で国民所得が増加しました、ね、国内総生産が増えて、ね、日本国民が、ね、みんなが欲しくなるような商品サービスっていうのをたくさん作りましたと、ね、ただ作っただけじゃなくてそのたくさん作られた商品サービスっていうのは国民がみんなすごく欲しいと思ってますということであれば貨幣の取引需要が増加しますよね。あれが欲しい、これが欲しい、あれも欲しいっていうふうに思ったならば、じゃあそれを手に入れるためのお金も欲しいっていうふうに思うわけですから、だから貨幣の取引需要が増加しますということになります。そうすると、ね、債券の方は変わらなかったとしても同じ利子率だったとしても今までよりも多くの貨幣が需要されると、ね、要するに、ね、例えばここの、ね、利子率で今までは貨幣需要はこれだけだったわけです。ところが、ね、経済の方が活発になって、ね、要するにお金を保存の道具としてではなくて交換の道具として、ね、あれが買いたいこれも買いたいというふうになった場合は債券の利子率が変わらなかった同じ利子率だったとしてもよりたくさんのお金を欲しいというふうに思うわけですよね。ということで、ね、貨幣需要曲線が右側に移動しますということになります。ね、もし貨幣の取引需要が増加した場合、まあ、言い方を変えたら国民所得が増加した場合は今まではこの貨幣需要曲線だったわけですけどもっとお金が欲しいということでそのまま右側に移動したこの直線として表すことができるということですよね。これが貨幣の需要曲線と、ね、縦軸に利子率を取ってで横軸に貨幣需要を取ったということになります。でこれをこれからはですね、今までは貨幣の供給と需要というのを別々やりました。日本銀行が貨幣を供給します。家計と企業が貨幣を需要します。それぞれ別々でやりましたよね。別々でやったのを今度は統合して貨幣の供給と需要というのを今度は一つのグラフとして表していく。そしてそれをさらに統合した後は今度は財市場ですね。財市場で IS 曲線というのをやりました。でこの IS 曲線と貨幣曲線っていうのを統合していくっていう形になりますね。順番からすると今何をやったかというと貨幣需要曲線っていうのをやったんですね。貨幣需要曲線っていうのは横軸に貨幣需要、縦軸に利子率です。でそうすると基本的にはこのね右下がりの直線として表すことができます。もし国民所得が増えたならばお金が必要だ、お金が欲しいと思う人が増えたということなのでこの需要曲線が右に移動しますよ。ただこれは貨幣需要を考えた場合なので、じゃあ供給まで含めたらねどういうふうになりますか。貨幣供給と貨幣需要を合わせて一つのグラフに表したらどうなりますかっていうのを次回以降でやっていって、でそれがやったら今度は貨幣全体の貨幣市場と財市場の IS 曲線というのを統合して分析していくという流れになっていくということですね。はい、今回の動画ですね、あなたの役に立ったということであればぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材プレゼントしていますのでぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。